ベルンミッテルラント地方ベルンミッテルラント地方は、スイスのベルン州にある行政地方。2010年1月1日に設置され、所属する行政区はただ1区、ベルンミッテルラント区だけである。ベルンミッテルラント地方協議会があり、946.25、軽平方メートルの面積を有する。ベルンミッテルラント地方協議会は、同地方に所属する。 基礎自治体同士の間で交通、都市計画、文化、共通政策などの重要な共通の懸案事項について効率的かつ迅速な決定を下すができるようにする目的で地域環境同の受け皿として2010年に設置された。中核都市ベルンと各地の主要都市及び連結都市群という広域行政の視点から幅広い政策課題を議論している。 スイス国内の都市空間と人口動態の構造的な変化に伴い、連邦統計局は2000年から使用していた都市軍の定義を更新することになった。都市軍の新しいグループ分けにあたって人口、非雇用者数及び夜間人口が基準として採用され、またそれらの総数のみならず密度も考慮されるようになった。そこで各都市軍には、 中核都市と呼ばれる一定程度の規模と密度を有する中心地が指定されるようになった。さらに通勤客の流れも中核都市へ機能的に結びつけられる各基礎自治体を決定する際に重要な項目となり複数の中核都市に結びつけられた自治体や主核都市と副核都市の区分が新たに設定されることになった。都市の定義も更新され以前は 人口1万人以上の自治体が都市と定義されていたが、新しい定義では、都市軍の新しい定義と同様に、人口、非雇用者数及び夜間人口が参入され、密度も判定基準となった。2012年に新たに指定された都市軍はスイス全体で49都市軍であり、2000年当時の定義よりも一つ少なくなった。しかし、 都市群に指定された地域は拡大しており、面積においても2000年の定義では8 6 0 1 k ルであったが、2012年の指定地域は1 1 3 5 6 k ルであった。一つの都市群は、中核都市、主核都市、副核都市及び連結自治体からなる。例として、ベルン都市群は以下のように構成される。また、 連邦統計局の方式では、都市軍に帰属しない3つの都市形態も定義している。ありがとうございます。